どうしよう。伝説に残るくらい強くなりたいなんて言わないけど。外の世界って面白いんですね。また誘って。あまり乗り気じゃないんだけどな。金にもなるから。やっ、どうしようかな。こうしてあんたの護衛をしていると昔のことを思い出すよ。ちょっと間の抜けた錬金術師のことをさ。でもろくな挨拶もなしで俺がいきなり町を出ちまったから、きっと迷惑かけちまったろうな。そういえば最初に会ったのはカスターニエだったよね。どうしてザールブルグを出て行ったの？確か前も言ったよな。俺は人を探してるんだ。前の戦争で離れ離れになった親をね。今までいろいろな場所を旅して探したよ。でもみんな違った。もしかしたらもういないのかもな。今のは冗談だよ。俺が冒険者としてやっていける間はずっと探し続ける。他の人に無駄だと言われてもね。もう悪いな。いてちゃちゃちゃ、もう何なの急に飛び出してきて。ああ、あいつに頼まれてた情報を仕入れてやってな。聞いた途端血相変えて走っていきやがったんだ。情報？以前の戦争で壊滅した村の生き残りを探してほしいって頼まれてな。それらしい情報があったんで、そいつをな。あいつは戦争で両親と離れ離れになったんだ。冒険者になった理由も両親を探すためなんだそうだ。もう何年前になるかな。ずっと前から頼まれていた仕事なんだが、見つかるといいな。やったよ。親の行方がようやく分かったよ。親父の居所を知ってる人に会えたんだ。本当？よかったじゃない。どうやら親父たちは俺を探しながら旅をしているらしくて、ザールブルグ周辺の村や町を移動しているらしいんだ。それさえ分かればこっちのものさ。俺はもうしばらくこの町に留まることにするよ。親父たちが来るまでさ。見つかった。親父たちがとうとう見つかったよ。今この間話した村へ戻ってるみたいなんだ。でも今どうしようか悩んでるんだ。親父たちは村のみんながいる場所で暮らそうって言ってるんだけど、俺長い冒険者生活でこの町も気に入ってるし、
そうだよな。俺にとってこの町はもうふるさとみたいなものだから、もう離れられないよ。ずっと悩んでいたけど、今の言葉で踏ん切りがついたよ。ありがとう。俺はこの町に残るよ。それにまだ仕事の途中だしな。何？親父たちならきっと分かってくれるさ。